このメニュー。ちょっと思うところがあったので、東方望月章シリーズについてレビューしていきます。いきなり、東方シリーズの話になるのね。まあいろいろあってな。連載当時にとんでもない粘着を受けてた作品で、10年以上経っていろいろ思うところがあるからね。まず、望月章シリーズについて説明させていただくわ。まず、東方望月章は、2004年にリリースされた同人ゲームにして、本家シリーズ、東方エイヤ章インペリシャブルナイトの実質的な続編になってるわ。そして、望月章は、東方シリーズ初のストーリー漫画、小説でもあるわ。そしておそらくずん3最後の商用ストーリー、非日常作品だと思うよ。事実、小説の東方降臨の絵漫画の東方三月星。望月章より、後発の漫画、東方茨城線、東方鈴縄は、幻想郷の日常系の話になってるわね。人間、向き不向きもある。偉そうなことを言うけれども、その不向きが分かった上で改めれば失敗は無意味じゃないよ。なんか偉そうだけど、ちゃんと無駄にはならなかったのね。それでは、望月章の各作品について説明させていただきます。漫画版、東方望月章。1新社刊、コミック、REX、2007年7月号から2009年5月号まで連載されていたわ。作画は秋江さん。次に小説版、東方望月章、ケージインルナティックルナゲイト。以下、小説版と呼称させていただくわ。小説版は、漫画版とは、別の視点で描かれてて、かぐややエイリン、モコウといった、エイヤ章のキーキャラたちや、望月章のキーキャラである、わたつき姉妹の視点で描かれてるわ。挿絵は時やめ。小説はずん。そして、最後の4コマ版、東方望月章、月の稲葉と地上の稲葉。ずんさんは、原案にとどまっているわ。作画は新田敏平。ではこの3作品についてレビューしていこう。まず、月の稲葉と地上の稲葉。この作品は、普通に面白い、です。以上。いや、まあ、もうちょっとなんとか。冷戦、うどんゲイン、稲葉をメインにした日常系4コマの体裁なんだけれども、いわゆる永遠低組の日常漫画としては、毒はあまりないけど、のんびり平和な話だからね。かぐやが天然系でハッスルしてたり、モブのウサギたちが可愛かったり、毒にも薬にもならないけど、実際、普通に面白い、4コマだと思うよ。でも、そうした日常こそ月から逃亡してきた連中が求めていたものだと思うよ。家族愛、大事。ずんさんが監修でとどまってるので、軽い作品といったところよね。じゃあ、本編として、漫画版、小説版についてあらすじから語っていきましょう。あらすじ。かつて、幻想郷の妖怪の賢者、ヤクモユカリは、月へ戦争を仕掛けたものの返り討ちに遭う。そして、今、ヤクモユカリは、第二次月面戦争を仕掛けようとしていた。そして、ヤクモユカリは、ハクレイレイムやベニマカンの住人たち、ネミリア・スカーレットやパチュリー・ヨーレッチを焚きつけて、月へ進行するロケットを作らせることに成功する。ハクレイレイム、ネミリア・スカーレットとイザヨイサクヤ、そしてノリでひっついてくるキリサメ・マリサは、酒の勢いで、月に殴り込みをかける。一方、月の都の反逆者として連絡を断ちつつも、幻想郷に隠れ住んでいた、月の賢者、ヤゴコロエイリン。重い腰を上げて、月の都の権力者で弟子でもあるわたつきとよ姫、より姫の姉妹に連絡を取る。どうも今まで連絡を取ってなかったっぽいんだよね。まあ第二次月面戦争かっこ笑いで、エイリンとわたつき姉妹の間でまた連絡が取れるようになったということが大事かな。月の都の重鎮でありつつも、今なおエイリンを慕うわたつき姉妹は、幻想郷からのロケット進行に備える。そして、レーム、マリサ、クレナ・エマカンの住人たちは、月の都にたどり着くが、わたつきより姫に遭遇する。スペルカードによる弾幕ごっこを提案して、リアルタイムで半年くらい戦ってたけど、より姫が勝ち、幻想郷側がスペルカード対決で負けてしまう。うん。まああれだ。人には向き不向きがある。
作画の人は悪くないよと今は主張したい。一方、八雲ゆかりは、ワープで月の戸に潜入。別老体で動きを取るが、綿月豊姫のフェムトファイバーに敗北。しかし、幻想郷がヤバい状況で放った土下座で時間稼ぎをする。しかしゆかりの目的は別のところにあったのだった。最終的に、綿月姉妹はギャフンと言わせられ、第二次月面戦争は、幻想郷側の勝利で終わるのでした。ネタバレなのでオチは言わないよ。さて、あらすじはこんなところね。でもリアルタイムは粘着されてたんでしょ？裏って何かあったんじゃねえかなって今では思う。偏見だけども、暴月症を組織的な理由で否定していた人って今ではアズールレインや煙草をこき下ろしてそう。なんで、その2作なのかは置いといて。東宝って今でも定番ジャンルなところあるけど、2000年代後半頃の東宝人気ってすごかったところもあるし、そこら辺で権利的なものの乗っ取りとか、商用的にどうにかしたかったとか、そういう攻防戦があったっぽいんだよね。実際、当時どんな状況だったのかは、知る由もないんだけどさ。ただまあ、大型展開やろうとしたけど、そこそこで終わった感はあるよね。暴月症は、一応、一新社の企画ね。暴月者を自称してた方々が、今はアズレンや煙草を叩いていそうというのは、お察ししてください。それで、暴月症の作品的な部分はどうなの？まあ長編、中編向いてないとは思うんだけど、ただ暴月症が悪い話だったかとは、今でもそんなことはないと思ってる。少なくとも暴月症はオチだけ見ると、全勢力が得してる。誰も不幸になってない。でも、綿月姉妹はギャフン言ってるわよ。あれは手間賃みたいなもんだと思うよ。そもそも暴月症に至る前段階として、エイリンがかぐやを逃がすために月に反落した過去と、うどん家が綿月姉妹の元から逃亡した過去があって、うどん家があることないこと吹き込んでて、栄夜賞の段階では、本当に幻想郷と月の都で、最悪、一触即発の状況でが起こり得たと思うんだよ。一応、第二次、月面戦争で月面進行ロケットが作られたことで、エイリンが、綿月姉妹に連絡を取ることを決意したのよね。結果的に見るなら、もうエイリンも綿月姉妹も、全面戦争する気なんて一切なかったし、エイリンと綿月姉妹の間で連絡が取り合えればそれでよかったわけだし。あと暴月症は、栄夜賞の続編だけども、同じく、月の塔をテーマにした東方感受伝レガシーオブルマティックキングダムにもつながるわね。感受伝、もう5年前の作品かよ。そして、最近、やたら彼氏ができたかのようなテンションになってるうどんへ。里の初太と愛し合ってるからな。二次創作の話じゃないの。東方シリーズの全体の総括になるね。ズンさんにハズンさんの世界観があるし、暴月症も必要な一作だよ。でもルールを守る中で、フリー素材のようにワイワイ遊ぶことも、それはそれで許容する懐の広さが東方の魅力だと思う。あの頃から10年経ったけど、そうした穏やかな懐の広さは、今もなお変わらない。むしろ落ち着きつつも今に至るかな。今も、ズンさんはマイペースを貫いているわね。そこに痺れる。憧れる。実際、東方のインディーズゲームも、今は、ちゃんと一から作ったものが、PS4 やスイッチでも配信されてるし、ソーシャルゲームでも、東方キャノンボールや東方ロストワードが出てるわよね。二次創作のソーシャルゲームとか、まず見ないんだけども、その守り方が東方の魅力かな。東方暴月症っていうコンテンツも、まあ正直に言うとそんな成功してるとは思ってはいないんだけども、それでも好きなことして生きていくために、肥やしの一つになってるんじゃないかなって思う。暴月症以降、ストーリー展開などには、あまり触れなくなったりね。ただずんさん、毒、もあるけど、基本的には緩い上で穏便に進んでいけばそれでいいんじゃないかってのが、キキちゃんの作家性の見方で、そういう意味でも、綿月姉妹がギャフン言いつつも、なんだかんだでみんなが得してる暴月症のうちは結構好きだったりします。平和が一番よね。